皆さん、こんにちは。おいです。大家好。我是王洋。今日はですね、皆さんに否定する言葉、不についていろいろね、教えたいと思います。この3つの言葉、不行、不是、不对、3つですね。不行、不是、不对、皆さん把握していますか？まずテストしましょう。シチュエーション1、キリコクラブに入っていいんですか？答えは、はい、不行ですね。シチュエーション2、すみません、大家さんですか？はい、答えは、はい、不是ですね、不是。シチュエーション3、1たす1は3。答えは、はい、不对ですね。この3つの不、不行、不是、不对。皆さん、意味、それぞれ分かりますかね？はい、1個ずつ説明しましょう。まず、不行はですね、いけない、ダメっていう意味ですね。これ一番わかりやすいですね。はい、次は不是、不是は何々ではない。3つ目、不对はですね、間違ってる。不行は一番わかりやすいんですが、ダメ、はい、言わすぎにちょっときついかな、ちょっときついな感じがします。で、不是と不对はすごい似てます。で、区別する方法があればですね、不对は他の選択肢もあるの？というニュアンスも入ってますね。不是は以上です。例えば、大江さんですが、違います、不是、不是で、もうこれ以上話さない。大江さんで合ってますか？不对、じゃあ他の当ててみてとかね、そういう感じになりますね。不是と不对、はい、皆さんも分かってると思うんですけれども、もう一回中国語でテストしてみましょう。情境一、一加一等于三。不对ですね。情境二、我想加入キリコ俱乐部。どうぞ。はい、不行ですね。情境三、你是不是王洋？答えは、はい、不是ですね。せっかくだから例文も読んでみましょう。一加一等于三。一加一等于三。你是不是王洋？你是不是王洋？我想加入 Kiriko 俱乐部。我想加入 Kiriko 俱乐部。この3つのプ、分かりましたか？じゃあまた今度お会いしましょう。バイバイ。